歌合戦に出るような AKB はもう何を言ったって金と女にまみれたとんでもない組織です。暴力団と一緒ですよ。これもうおにゃんこクラブの時代からこういうものってずっとあるんですよ。北昇さんに関しては NHK の食堂 でそれはね、男がクズだからクズアイドルが生き残る、いわゆるクズアイドルがね生き残るんですよ芸能界って。いわゆるキモいオタクなんでしょう、キモオタって言われる。本来アイドルの人たちも僕ねおかしいと思いますよ。だって女性は特に外部の NHK のね、外部から来るキャスターの女の子はほとんどが誰かの女です、愛人でした。もうね男がクズでそのクズの男の欲求を満たしたクズ女が、クズ男と寝る女ってクズ女なんですよ。クズ人間だからこそ自分がクズであるという自覚をしながら、AKB とか言われても分かりません。秋元康さんのグループがどういうのがあるとか誰がいるとかそのんでは分かりません。でももっと大きな芸能界とかテレビ局というもの全体、テレビ局とアイドルグループとか芸能界というのには専門家でありますから口を挟んでるわけです。昔ねおにゃんこクラブっていうのがあって、工藤静香と国生さゆりが対立してたっていうのは結構有名な話で、まあ工藤静香さんっていうのはあの木村拓哉さんの今の奥さんですよね。国生さゆりさんはまあいろいろと男性遍歴があって、今に至ってますが、まあ、僕は2人とも大好きなアイドルで、国生さんに関しては NHK の、ね、食堂で一人で焼き飯をね、東京でいうとこのチャーハンをね走って食べてたんで、スプーンありますよってね僕声をかけたかったんですけど、結局声をかけるじまいで、直接プライベートで話すことはないです。あの NHK の売店で僕が国生さんがねジュースを選ぶね冷蔵庫の前でちょっとなんか物色してた後ろで僕は国生さんを見てたんですけど、国生さんにあごめんなさいって言われたぐらいのレベルなんで、全然関係があるとかじゃないんですが、この工藤静香さんっていうのはもういわゆるその実力者にこうすり寄っていくタイプのアイドルで、国生さんはまあ年も国生さんが年上なんで、国生さんは僕の多分一つ上なんですね。工藤さんは2つ下ですから3つ違うんですよね。だから彼女はどちらかというとまあまっすぐに普通に生きてきて、彼女はうまく取り入ってたっていうのがうまい。そういうのから別にこれがダメと言ってるわけじゃないですよ、どっちがいいとか悪いとか言ってるわけじゃなくて、もうおにゃんこクラブの時代からこういうものってずっとあるんですよ。でそれはね、男がクズだからクズアイドルが生き残る、ここなんです。これ男性というのはそもそもクズですよ、僕も含めて。だってねアイドルが例えば国生さんと工藤さんが2人挙げるのもおかしいですけど、どっちかが好きって言ってきたらどっちが来ても付き合うでしょ。普通の男性は、男はね結構誰でもいいんですよ。綺麗かったりするとまあどっちでもいいかっていう生き物です。まあ、女性は僕なったことないんで分かりませんけど、通常の男性は多数の女性とその肉体関係を持ちたいという本能を持ってますから、普通はいわゆるハニートラップとかに普通に引っかかるんですよね。でだから男がクズなんですよ。そもそも男性という生き物はこうやってクズといえばクズなんです。いろんな女の子とエッチしたいと思うから。でそういう男性がクズだからいわゆるクズアイドルがね生き残るんですよ芸能界って。だってこのクズの男たちと仲良くするとたくさん CD 買ってもらえるんでしょ。このアイドルグループにお金をたくさん使ってやってくるって人たちっていわゆるキモいオタクなんでしょう。キモオタって言われる。うちの堂にも一人ねこういうアイドルの追っかけしてる議員がいるんですよ。まさに気持ち悪いオタクですよ。誰とは言いませんけど30代後半で素人の女性とは未だに肉体関係を持ったことがない。もちろん結婚したこともなければ女性とお付き合いしたことないと。それが市議会議員になってお金がたくさん入ってくるからアイドルグループを全国に追いかけ回してるってやつがうちの党にも恥ずかしながらいるんですけども、まあ、恥ずかしいというか、まあ、そういう人もいてもいいと思うんで別にそれが人間としてダメとは思いませんが、
このルールを守って気持ち悪いオタクにね、笑顔を売り巻いてる人が、これがアイドルとしては、まあ、出世をしていくんでしょうかね。そういう可能性ってあるんじゃないですか。多くのファンを平等に扱うことができる人っていうのが、なんか出世していくようなところがあるのかな。本来アイドルの人たちも僕ね、おかしいと思いますよ。だって女性は一人の男性に愛されて、その人と結婚することが幸せだっていうのが多くの、まあ、女性の願いなんでしょう。そんな中で、私は彼氏は作りませんね、皆さんが私の彼氏ですとか、ファンの皆さんが私の彼氏ですとか言ってるわけでしょ。ちょ、おかしいじゃないですか、それは。ね、おかしいって。普通に10代後半、20代になってきたら普通に恋もするでしょう。でも、その恋をしたい気持ちを抑えて、そのアイドルとしての活動をするのが、それが、それを望んでる時点でちょっとおかしいんですよね。で、僕は何が言いたいかっていうと、もうね、紅白歌合戦に出るような AKB は、もう何を言ったって金と女にまみれたとんでもない組織です。暴力団と一緒ですよ、これ。紅白歌合戦に出てる人たちはNHK だけじゃなくて、ここに出てる歌手やその事務所も同じ一味なんですよ。 NHK という汚い組織とからつながって、 NHK の電波の力によって知名度を上げて金稼ぎをしている金に汚い連中なんですよ。だからそれを分かった上でこういうところに入ればいいと思います。そもそも男がクズなんです。男性というのはもういろんな女の子とエッチしたいと思う生き物で、それが偉くなれば、ね、NHK の会社で出世をしたり、ね、AKB の支配人とかそういうね、地位につけば、女を抱きたいと思うんですよ。これはもう金と女、もうこれ男のね、差が、もうね、僕も NHK 時代から周りで山ほど見てきてます。もうね、なんだろう、もうちょっと哀れだと思ってください。男性のいろんな女性とエッチをしたいというそういう欲望は哀れだと思ってください。そしてアイドルになっている人、なろうとしている人は、その男性のクズの部分、哀れな部分を女の色気を使ってお金に変えているんだということだけは自覚しておいてほしいと思います。かといってね、アイドルをやめろとかそういうつもりはありません。僕もね、別にアイドルとエッチしたいと思ったことはなくはないけども、真剣に思ったことはないです。アイドルに直接家に行って会いたいとかそんなのないですが、アイドルの水着やミニスカートを見て、ああ可愛いな、幸せだなと思うことはあります。からそういう、なんていうのかな、人もいるんで、アイドルをやめろとは言いませんが、本当に汚い世界です。で、最後にね、僕がNHK 内部告発をした時に、まあ妻がおりました、当時ね、立派な妻がいまして、で僕にはアイドルの彼女がいたんですよ。まあ彼女ってやつは不倫なんですけどね。まあ醜い世界なんですよ。まあ他にもね、NHK のアナウンサー、女子アナね、まあ誰とは言いませんけども、NHK を辞めて今民放で活躍してる女の子も、彼女は体までは使ってませんが、やっぱり実力がある男性、その局長とかに対してすぐにごまをするに行く、一緒にお酒を飲みに行って体に触れたりとかっていうことをしてました。で、特に外部の NHK のね、外部から来るキャスターの女の子はほとんどが誰かの女です、愛人でした。だからね、本当にテレビ局で有名になろうとする若い女の子っていうのは、もうね、男がクズで、そのクズの男の欲求を満たしたクズ女がね、もうクズ男と寝る女ってクズ女なんですよ。だから汚い世界であると、僕は芸能界って汚い世界だとつくづく思っている、そういう人間です。まあ政治家の世界もそうなんでしょうかね。僕は自分がクズであるということを自覚をした上で、自分を客観的に見ながら対応しているつもりです。自分は女性に全く興味がないとかそんなんじゃなくて、クズ人間だからこそ自分がクズであるという自覚をしながら客観的に自分を見るようにはしています。 NHK をぶっ壊す。